はいどうも、土屋です。このチャンネルは今シーズン中にね、チャンネル登録者1万人をね、目指します。そこの、ロッテファンの方、そしてロッテファン以外のそこのあなた、チャンネル登録、よろしくお願いします。で、まあ、チャンネル登録をね、してくれれば、まあ、増えれば増えるほどね、試合がない日のね、投稿あったりとかも、頻度が、増えていくと思うんで、やっぱり僕のモチベが上がらないことにはね、そういった試合がない日の投稿っていうのはね、なくなってしまうので、やっぱり登録しておくことでね、皆さんにはね、メリットしかないと思うんで、はい、登録しておいてね、損するってことはまずないと思うんで、登録してくれる人が増えれば増えるほどね、投稿の頻度も上がっていくんでね、試合がない日とかの、今シーズン中にね、1万人登録者、今日にチャンネル登録、よろしくお願いします。はい、今日はね、準レギュラーの妖怪とね、2人で、千葉ロッテをね、応援します。お願いします。CS のさっき進出ラインをね、ちょっとさっきテレビで見たんで、あ、そうだな、そうっすよね、今日新しい勝ったらしい、ちなみに佐々木朗希、朗希、あのメジャー行くんで、多分4年後ぐらい、4年後ぐらいにその前に勝っておくんで、まさかのね、準レギュラーがユニフォーム買うというまさかのね、事態になったんですけど、 CS の進出ライン、さっきね、あの洋平がユニフォーム買った時になんかテレビ自分に出てたんですけど、ロッテ多分もう負けるとしてもあと1回ぐらいしか負けられない。あ、マジで、やばい、あと4試合残りあって、あと3勝1敗ぐらいじゃないと許されない。ああ、やばいやん。楽天負けると思う。このオリックスの3連戦を、この戦はもう絶対取らないでください。仮にクライマックスシリーズ出れても、オリックスを倒さないよね。オリックスに勝てなかったら結構意味ないから、今日の試合マジで結構大事な気がする。負けられない。そうね、全力。マイチ。ワンコでリーディーやろ、これはおもろすぎやろ。マイクマイコ、嘘やろ。ゲッツはないやろ。ゲッツはないやろ。山口グッチー持ってこい、山口押し出し問題ないって、それが一番。お前次誰や思ってんだよ、おい。ビバーイファイトーイ、あの、いけいけー、あーオーケーオーケーヨーヨーヨー、あー、まあ追いつかれましたけど、飯行こう、飯行こう、飯タイムや、タイムリー、タイムリー、ヤーマルチ、タイムリー、タイムリー、ヤーマルチ、ヤーマルチ、おー、ヤーマルチ、おー、Yeah.
んでやねん。いやー、せっかく宮城降りたのに。まあ、ぐいぐい。もう黒の男たち最高燃え上がれ、いつまでもどこまでも俺たちは止まらない。おー酒を恐れや無限に中村かっけー出てよ中村だ。マリリンちゃん、あらららかくなかラララララかくなかおーいおーいいけいけおーよおーよおーよおーさんおーよ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 いけバゲス劇場これ。劇場来るかこれ。バゲス劇場来るぞこれ。劇場や。Let's go back。おおおい。来た来た来た。いやあ。いやあ。来た来た来た。来た来た来た。おお。おお。バカ。バカ。おおおお。Oh, oh, 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 oh,
初勝利や。白山さんじゃないですか。あ、そうです。見てます。あ、ます。たまにたまに。まあ、たまにでいいですよ。ありがとう。ありがとう。やだー。ファイテ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 I'm not a good boy, I'm a bad boy.